2015年1月21日にヨルダンに2対0で勝利した日本はアジア初挑進出となった。日本代表は23日の準々決勝のためアラブ首長国連邦戦に向かった。試合会場をシドニーに移し、午後6時半から現地で初練習は行われた。主将を務める長谷部誠は将来日本代表の主将に香川を指名した。香川自身は代表で昨年のワールドカップ直前の6月6日ザンビア行く再来となる228日ぶりのゴールを挙げた。彼は技術的資質に関しては選手として疑いようがない。あとはメンタル、チームを引っ張っていくくらい成長できれば日本にとってもプラスだと長谷川は語った。こんにちは、ビデオアカデミーの白石です。これから私は YouTube を使って14週間で数千万の資産と1万6000の顧客名簿を手に入れて自由な暮らしを手に入れた方法をお話ししていきます。たとえあなたにビデオの知識もビジネスの経験がなかったとしても全く問題はありません。なぜなら YouTube を効果的に使ってビジネスをやっている人は現状ほとんどいないので、素人が簡単に成り上がることができるからです。富豪になるのに必要なビデオを3つ以上数日にわたってプレゼントしようと思っています。1つ目のビデオは、オンラインビデオ以上に富豪になりやすいものは存在しない。ここでは素人の撮った簡単なビデオが Google の検索順位でナンバーワンを取っている事例や、 YouTube で1つのビデオで2億以上のアクセスを集めた方法を公開しています。私が累計3億以上の売り上げを上げているビデオセールス技法も取り上げていますので、ビデオの可能性を完全に理解していただけると思います。2つ目のビデオは、 YouTube で万単位のアクセスを集めて稼ぐ方法のビデオを公開しています。これは30分ほどのビデオを作ることで、機材がなくても顔を出さなくても万単位のアクセスを集めることができるビデオの作り方を公開しています。 YouTube はトラフィックを集めるだけで広告収入を稼ぐことができるので、この情報だけでもお金を稼ぐことができますので楽しみにしていてください。実際にこのビデオを見た素人が YouTube にビデオをアップロードしただけで Google の検索エンジンで1位を取っている人が続出しています。3つ目のビデオでは、セールスビデオの作り方を話します。簡単なフォーミュラに沿ってビデオを作るだけでお客様にセールスを行うことができる販売ビデオの作り方と次世代のスライドテクニックを話します。初心者の方でも簡単にセールスビデオができるようになりますので、まだビジネスを経験したことがない方でもネットで販売するスキルを手に入れることができます。これらのビデオはあなたがどれだけ忙しくても見ることができるようにスマートフォンに対応していますので、通勤中にでも富豪への道を歩み出すことができます。これらのビデオを送りますので、送り先のアドレスを下の説明文のリンク先からビデオ資料プレゼントフォームに飛び、そこからあなたのアドレスを入力してください。